はい、こんにちは、吉田優です。吉田優の優勝の優から YouTuber と重ねて電気屋 YouTuber って名前でやってます。よろしくお願いします。昨日ね、撮影と編集で何やかんや10時間ぐらいかかったんですかね、毎日投稿できませんでした。で、今日僕はカラーリング髪の毛しに行くんですけども、これから電気工事業界とかに入る人とか疑問に思ってると思うんですけど、職人さんや電気工事職人ってどこまでおしゃれしていいのっていう話なんですけども、僕はそんなマキンキンとかにはしてないんですけど、今回はアッシュでちょっとこう茶色くするぐらいにしようと思ってます。で、髪の毛なんですけども、それはね、会社にもよると思うんですけど、基本的には染めても大丈夫だと思います。僕はチリチリパーマ当てたりね、昔は金髪にしたりいろいろやってたんですけど、まあ、今もう年齢的に30超えてるんで、あんまりねパッキンとか、パーマ今でもちょっとしたのは当てますけど、大人としての限度っていうんですかね、とか皆さん自分で考えてもらって、どうしても俺は金髪を貫き通したいんやっていうんやったら、そこの会社の社長がええよっていうんやったらやってもいいと思いますし、一応お客さんと話したり打ち合わせしたりもするんで、それなりにしといた方がいいんじゃないかなと僕は思います。あとピアスとかね、僕はピアス1個もつけてないんですけども、昔ね9個ぐらい9個右に3つぐらいかな、調子乗って穴開けて、若い時はピアス9個ぐらいつけて現場に行ってたこともありました。だピアスもね、原則的には OK です。ネックレスとかね、僕してないですけど、ネックレスもしてる人普通にしてますし、でもね、僕ら電気工事なんで、こういう金属のピアスつけたら、そこからね電気が感電したりとか、落としたらあかんとこでピアスを落としてしまって接触事故を起こしたりとかあるんで、僕電気屋 YouTuber の僕としてはしてもいいですよとはちょっと簡単には言えません。してる人はいっぱいいてるんですけど、僕もピアスねまたつけたいなとか思ってますけど、それはね自己判断でお願いします。これから会社勤めする方でしたら、ちょっと社長にね相談してね、ピアスって大丈夫ですかみたいな、あかんなって言われたらあかんやろうし、ええよって言ってくれる社長もおるやろうし、そんな感じです。で、僕はメッシュを入れてたんですけど、見えますかね、ちょっとプリンになってきて、これをねもうメッシュ、今回メッシュじゃなくて全部一緒の色にしようと思います。だいぶちょっと放置してたんでね、髪の毛も軽く切って、僕は電気屋をちょっとおしゃれにしたいっていうことで活動してるんで、まずね僕がね髪の毛とか綺麗にして、見本じゃないですけどなっていこうかなと思います。そんな感じで今日の投稿は終わります。また髪の毛染めた後アップロードしますんで、どんだけ変わるか、美容室レポート編ということでまた投稿しますんで、よろしくお願いします。じゃあね、お疲れ様です。美容室行ってきました。色変わったの分かりますかね、この10番やったかな、足の10番っていうので染めました。こんな感じ、あんまり明るくはしてないんですけど、前よりかは明るくなるように先生に言いました。はい、これがね、僕カットが何ぼやったかな、3000円のカラーが4000円で8500円ぐらいでした、消費税とか入れてねっていう美容室レポートで、美容室の先生にもね、最近 YouTube 始めたんで登録してくださいって、宣伝してきました。今見た170人になってて、あと200人じゃ、あと30人で200人なんで、皆さんもぜひお願いします。先生にもね、誰かに紹介しておいてくださいって言うたんで、その先生が誰かに紹介して、で、こう三角形ができて、その人がまた紹介してくれて、また紹介してくれてて、ネズミ講方式でね、僕底辺なんで、なかなかね、チャンネル登録者数増えないんで、ちょっと皆さんにも協力してもらえたら嬉しいです。電気のことだけじゃなくて、バラエティ系もこれからちょっと取り組んでいこうと思うんで、ぜひお願いします。ネズミ講方式でバリバリ増やしていきたいです。はい、以上。